ボールペン分解した、ボールペン太い軸のボールペンボールペンは、ペン先に小さな高球を内蔵し、うんぴつとともに回転することで、軸内のインクを浸出させて筆記する構造を持つ、筆記具。精密機械であり、文房具の一種。英語では、ボールポイントペン、あるいは単に、ボールポイントと呼ばれる。ボールペンは、和製英語だとされることもあるが、俗称、商業用語として、 英語圏でもボールペンと呼ばれることがある。イギリス、アイルランド、オーストラリア、ニュージーランドといった英語圏ではボールペンのことをバイローと呼び、イギリス英語ではバイローはボールペン一般を指す名詞となっている。これは発明者であるビーロー・ラースローの名字を英語風に読んだ音による。先端に金属、またはセラミック、この一例の機構が ユニット化されたものをリフィルと呼び、ペン軸の内部に収めて使用する。ボールペンには、太さ、色、インクの特性、ペン先の出し方などにより多くの種類が存在する。ペン先の出し方によって大別すると、ペン先を覆うキャップを取り外して用いる、キャップ式と、後部のボタンを押すことでペン先を繰り出して用いる、ノック式とがある。いわゆる多色ボールペンや、 シャープペンシルの機能を合わせ持ったもののようにノック部が複数あるものは複数ノック式という。鉛筆とは異なり、基本的には筆跡を消しゴムで消せないためボールペンは公的種類にも用いられる。ボールペンが登場するまでは筆記具の主流は万年筆であったが、ボールペンには独特の構造により弱い力でスムーズな線を描けるといった特徴がある。万年筆では、 使うことが難しい顔料インクなどの高性能なインクを使えるので筆跡の保存性にも優れている。欧州の学校では鉛筆は主に絵を描くときに用いられ、筆記にはボールペンや万年筆を使う国が少なくない。かつてはフランスの教室でも万年筆のみで、ボールペンの使用が認められていなかったが、ビッグが1950年にボールペン。 クリスタルを発売し普及するに伴い、1965年に教室での使用が解禁された。ただ、万年筆や従来のボールペンでは書き間違いを起こした際に不都合を生じることがある。そこで2006年1月、パイロットコーポレーションがペン後部のゴムで擦ることで発する摩擦熱により筆跡を消せるフリクションボールをヨーロッパで先行発売し、 その利便性から2010年までに全世界で累計約3億本を売り上げた。消せるボールペンはその後も全世界で普及している。ただ、消せるボールペンには文書の改ざんの恐れという問題がある。京都府ず鶴市では消せるボールペンで記入されていた公文書が多数発見され、問題となり、日本の自治体の事務などでは使用禁止の動きが進んでいる。 メーカーも消せるボールペンによる小書類の記入は控えるよう呼びかけている。なお、消せるボールペンで書いた後で消した文字を低温化で復元させる方法もある。ボールペンはペン先が硬く、筆圧を加えやすいので、カーボン紙や感圧紙を用いた副写にも適している。安価なので企業の広告宣伝用に企業のロゴを軸にプリントしたものが配布されることもまま、ある。 ボールペンの欠点としては、凹凸面があると、ボールがうまく回転せず、筆記した線が湾曲してしまう点、長期間の放置に弱い点がある。通常のボールペンは重力を利用して、インクを送り出すため、先端を上に向けた状態では筆記できない。水平より上向きで字を書くと、だんだんインクが出なくなる。さらに、インクタンク内に空気が入り込むと気泡ができてしまう。 微小重力の宇宙船内などでは、インクを窒素ガスで強制的に送り出す。俗に宇宙ペンと呼ばれる特殊なボールペンが使われている。ただし、宇宙ではボールペンが全く使えなくなるということはなく、アメリカはわざわざ手間暇と大金をかけてスペースペンを開発した。一方、 ロシアの宇宙飛行士たちは鉛筆で済ませたというジョークがあるが、鉛筆の芯は静電気を帯びやすい黒煙を含み、破片や粉塵が機器類に悪影響を与える恐れがあるため、ロシアも鉛筆をボールペンに置き換えている。21世紀に入り、日本の文具メーカーによりガス封入ではなくノックすることで軸の内部で圧縮空気を作り、インクを送り出す加圧式。 ボールペンが開発され、各社より販売されている。加圧されているので先端の向きに関わらず、かけるほか、ペン先から水の入り込む隙間がないため、濡れた紙や氷点下の環境でもかけるのが特徴である。ボールペンの先端ボールペンの先端は、金属製のダイザーに金属、またはセラミックスのボールを自由に回転できるようにして、固定された構造をしており、 ボールペンの性能を左右する先端の加工は特に重要で高度な技術力が要求される。ボールペンチップの材質は様々であり、一家に主なボールペンチップの材質を挙げる。解作王道を加工しやすく安価に製造できるが寿命が短い。白銅上に同じ。耐食性は王道より比較的良好。ステンレス比較的摩耗に強く寿命が長い。 日本で生産される、ボールペンチップの多くは、この材質。ステンレスコー安価に製造できるが、若干耐摩耗性に劣る。超合号機、主に単価タングステンが使用される。寿命が長い。セラミックス、主にアルミナが使用される。摩耗が少ないため寿命が長いほか、インクに対して、価格変化を起こさず、表面に微細な凹凸がありインクのノリが良い。人造宝石ルビーは、 摩擦係数が小さく摩耗が少ないため高級ボールペンに使用される。合成樹脂最も一般的な軸材質。安価で大量に生産できるため多く使用されている。金属一部の高価なボールペンで使用されている。合成樹脂に比べて本体を小型化できる利点がある。木材材質に狂いが生じやすいため一般に使用されることはほとんどない。 セルロイドかつて万年必要に大量に使用された素材。一時は合成樹脂の登場により姿を消したが、昔ながらの風合いを重視し、現在も細々と使用されている。エボナイト蒸気に同じ。紫外線で劣化するが、漆黒の美しい光沢を呈する。紙、ドイツで考案された軸材質。何重にも巻いたクラフト紙の厚紙でできた紙缶を使用する。 ロゴを印刷できる面積が広く取れリサイクルが容易であるため企業の宣伝用として多用される傾向がある。ボールペンはボールを周りのカしメによって指示するため寝かせて書くとカしメが擦れて故障の原因となる恐れがある。ペン先内部にボールを支えるためのュ座があるのでュ座がボールを正しい位置で支えられる角度で筆記するのが良いとされる。よって筆記時には 万年筆と違い紙面に直角に近い角度を保ち、筆記することが求められる。1940年にビールオーラースローが売り出したビロメブランドペンボールペンを発明するにあたっては、ペン先用極小ボールの高精度な加工、固定技術と高粘度インクの開発が必要であった。従来の低粘度インクでは、ボールの回転とともに多量のインクが滲み出してしまい、 シャープな線を描けなかったのである。当初は効果で普及せず、書いた後時間が経つと、インクが滲むので、公文書に用いることも認められなかった。しかし、量産効果と改良で、品質改善、低価格化が進み、公文書への使用が可能となった。徐々に金融機関でも採用されるようになり、1960年代のボールペンの新聞広告では、 一流銀行が愛用するというコピーが使われている。1970年代以降は万年筆や付けペンに代わる最も一般的な筆記具となっている。1980年代後半以降、各メーカーはラバー、グリップ搭載やインクの改良など様々な形で疲れにくさを追求していった。1990年代半ばになると多彩なインク色を揃えたボールペンが アイツで発売され、ビジネスだけでなく、学生にも支持が広まる。ボールペンは、使用するインクの特性により分類される。はじめに、油性ボールペンが発明され、事務用に広く普及するが、後発の水性ボールペンも発色性が良く、低筆圧で筆記できることなどから徐々に普及し、1990年代以降の日本では主流となっている。水性インクに、 ゲルの性質を持たせて改良したゲルインクボールペン21世紀に入ってからは油性と水性のそれぞれの長所を合わせ持つエマルジョンボールペンが開発されている。JIS や ISO の企画では一般筆記用と公文書用の要件が定められており、後者は薬品による改ざんへの耐性が高い。ボールペンの中でも最も古典的であり、九百三十から九百四十年代に ビーローラースローによって開発された。揮発性が低く高粘度の有機溶媒をインクに使っているため、滲みが少なく、裏移りがなく、筆記距離が長いなどの利点がある。インクは紙への浸透作用によって表面的な乾燥を実現する。基本的にペン先はドライアップせず、リフィルの保存期間が比較的長い。欠点としては、書き味の重さや書き出しのかすれ、 ボテの発生がある。色素は主に染料が使われ、顔料系と比べて大、光性は劣るが、耐水性は良好であり、実用上は50年以上の筆跡保存性が確かめられている。2000年頃からは、従来の様子とは異なる、インク配合によって滑らかな書き味を試行した、低粘度油性インクのボールペンが登場している。比較的早いものでは、 オートの油性ソフトインクが1999年から存在する。他詳細はローラーボールを参照オートの水性ボールペン W やペンテルのボールペンテルが草分けとされる。欧米で先行して普及しており、ローラーボールと呼ばれる。インクの粘度が低いため、サラサラとした感じの書き味が魅力である。油性ボールペンに比べ書き味、色の発色性の面で優れている。 染料インクの場合、水に濡れると、インクが流れて字が消えてしまう弱点もある。油性とは異なり、ドライアップしやすいため、使用後はキャップを確実に締めなければならない。キャップのいらないノック式もあり、海外製では遅くとも1990年には、ラミーのスウィフトといった製品が登場しているが、日本製では、歴史が浅くパイロットの v ボール RT で、初めて実用化された。 水小ボールペンの内部構造には、インクの貯留方式によって、中綿式と自家液式がある。従来の中綿式は、防災管の中綿からインクを供給するため、重力方向に関わらず筆記できる特徴を持つが、インク残量が見えず、残量が減ると、インクフローが下がる欠点がある。後年開発された自家液式では、直接液状インクを貯蔵し、 万年筆の串溝に似たコレクターを通じて供給することで中綿式の欠点を払拭している。コレクターのインク保留量には限界があり、極端な温度、気圧変化を受けるとインク漏れする恐れがあるが、この点でも改良は重ねられている。サクラクレパスのボールサインで初めて開発された中性ボールペンとも呼ばれる。ゲルの性質によって、 水晶ボールペンの良さと油性ボールペンの良さを合わせ持つ。水晶インクにゲル化剤を加えたゲルインクはリフィル内部では高粘度のゲル状だがボールが回転すると速やかにインクが粘度の低いゾル状になりインクがペン先から浸出する。浸出したインクが紙面に付着するとインクが直ちにゲル化するためインクの滲みが少ない。 また比較的大きなインク粒子を使いやすい特徴があり、白色顔料を混ぜたパステルカラーインク、ラメ入りインク、香り付きインク、ケせルインクといった特殊な製品も登場している。インク素材には染料系と顔料系があり、染料ゲルインクは発色が鮮やかで書き味も滑らかだが耐水性に難がある。顔料ゲルインクは乾燥後の耐水性、体、 光性が高く長期保存に適する。水性と同じくドライアップしやすく初期はキャップ式のみであったが、キャップのいらないノック式も三菱鉛筆のシグノノック式以降実用化され、後に油性同等にスリムなリフィルによる多色ノック式や多機能ノック式も登場した。ノック式はドライアップしにくいインクの配合やバネでボールを押し出し引き時に隙間を封じることで、 ドライアップを防いでいる。21世紀にゼブラによって開発された新たな種類のボールペン、油性インクと水性ジェルを混合した油、中水的型エマルジョンインクを使用する。油性7、水性3の割合で混合した状態で安定させることにより、水性の滑らかな書き味と油性の鮮やかで濃い筆記線を両立している。耐水性と耐、光性は共に高い。 ペン先用ボールの太さは 1.2mm、1.0mm、0.7mm、0.5mm のものが主流だが、1.4mm、1.6mm の太いものや 0.4mm、0.3mm、0.25mm、0.18mm、mm、といった極細のものも登場してきている。一般的に同じ太さのボールでは、 油性ボールペンより水性ボールペンやゲルインクボールペンの方が筆跡が太くなる。不可機能としてクリップ付け、印鑑付け、時計付け、ライト付け、ゴシング付きなどがある。万年筆ほどの種類はないがボールペンにも薪や漆塗りなどを採用した非常に贅沢な品がいくつか存在する。老舗万年筆メーカーは主力製品である万年筆とセットでほぼ同じ。 デザインの油性ボールペンとローラーボールを販売することが多い。詳細は、ボールペンがあるいは EN、ボールポイントペンアートワークを参照ボールペンが、宇宙猫、パレード、レニーメース着色ボールペン、金物、紙1 3 9 2センチメートル。ボールペンの発明以来、アマチュアの落書きだけでなく、プロのアーティストのための多目的な芸術媒体となっている。 使用者によると、ペンは安くて、ポータブルで、広く利用可能である。したがってこの一般的な文房具は、便利な画材にもなる。点描と、クロスハッチなどの伝統的なペンとインク技術は、ハーフトーンや、立体的な描写をするために使用することができる。とりわけ、アンディー・ウォーホルなどの有名な20世紀の芸術家は、ボールペンもある、程度利用してきた。ボールペン側、 21世紀でも人々を魅了し続けている。現代のアーティストは彼らの特定のボールペン技術的、能力、想像力と革新によって承認を受けている。ニューヨーク在住の韓国人アーティストイル・リーは1980年代の初めから大規模で抽象的なボールペンのみの作品を制作してきた。彼の作品はソウルやアメリカで展示されている。 デニー・メイスは1980年代半ば以降、木材やデニムなど、型破りな素材の表面に様々なコンテンツを描き、ボールペンのみの作品を作成している。彼の変化に富んだ作風を表現するために、ペンティングとメディアグラフィティなどの用語が生まれた。メイスは最も多作なボールペン画家である。彼の作品は、アメリカ全土、日本でも定期的に展示されている。 最近では英国のジェームズ・ミルンはほとんど黒ボールペンを使用して写真のようにリアルなアートワークを制作し時には色を表現するために他の画材も使用しているミルンの作品はロンドンそしてインターネットを通して国際的な人気があるボールペンの限られた色の種類と光による色の劣化がボールペン画家の懸念の一つであるミスはボールペンアーティストにとって 致命的である線が描かれた後基本的に消すことができないからである芸術的な目的のためにボールペンを使用する際インクフローのたまりとつまりにも配慮が必要である日本人アーティスト白地のイラストはインターネットを通してアメリカでも人気となっているファンフランシスコカサスとサミエルシルバのボールペン画 最近インターネットでのバイラル効果で注目を浴びている。ありがとうございます。